はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで HKA さんからですね。はい、HKA さん。はい、ポップセンピピック一つですね。面白いですね、これね。うん。非常に面白い。よいしょ。店長も昨日ね、eBay で見て、キーファーサザーランドって検索して、ね。おー、いいなーと思って。出ねえかな PB でと思ってね、はい、取り出せられるかな。出た。はい、おジェシー・マッカートね、いい歌声、うん、若い時ですねこれかなりね、うん、はい。サインも丁寧ですね。ミュージシャンですね彼は。カントリー、うん、まあ、うん、日常の、うん、歌とかそんな感じですか。日常の歌ってなんだろう。まあね、あの、うん、はい、いい音楽ですよ。もう60、通常最大で60っぽいですね。なんかね、これも60ですね、うん、はい。で2枚目、よいしょ。んデビー・ギブソンさん、はい、サイン丁寧ですね。あ、これピンクか。ピンクのパラレル、15枚限定です、うん。ハイスクールなんちゃらとかよく出てそうですね。なんかそんな雰囲気です。はい、うん。で、メモラ。2人だ。よいしょ。お、ブラピとモーガン・フリーマンス。いいですね。よく、出てますよね。多分同じ映画いっぱい出てると思います。同じ作品でね、65枚ゲットです。ブラピット・モーガン・フリーマン。モーガン・フリーマンね、店長も好きですね、うん。クリスチャン・スレーターとかね、一回入ってましたけどね、ポップ選手好きでしたね、はい、ね。ケビン・ベーコンとかその世代です。はい、いきます。せーの。あ、ジョー・エキゾチックさん、はい、ですね。動物系の、はい、まあ虎の、まあ、うん、虎猛獣、うん、なんかいろいろこう、うん、調べましたね。ちょっとウィキぐらいですからね。はい、15枚限定です。でこれ虎の模様だったっていうのも、はい、それで知りました。日本だとやっぱあんまり、まあ番組自体がやってないですからね。はい、ということで、よいしょ、こんな感じですね、うん。はい、下枠がジョーさんでした。あのウィキありますんで、日本語がなかったかな。でもまあでも大体見れば、はい、大体内容はわかります。はい、いろんな番組とかその時のニュースのやつとかちょいちょい出てきますね、絵なんですよね。はい、という感じでした。まあ知らないだけなんですよね、うん。ちょっともあの正直わかんないんで。はい、じゃあ参加をします。お客様先行です。1、これもあの黒マガホのね、ボーカス。2、3、おー、 S がまあ、うん、フラッシュ近かったですけどね。はい、まあでもエースのワンペアですね。はい、1、2、3。あ、キングがピコッと来てしまいました。はい、お客様はまあエースでワンペアなんですけど、キングの3カードで、これで今日2勝2敗になりました。はい、ということで、はい。昨日はひどかったです。はい、ありがとうございました。